道島米市場は時念日米相場とは、江戸時代における米の先物相場を指す用語である。なお本校では、日本における、江戸時代から現代に至るまでの米の先物取引市場について記述する。大阪、道島では、法営、聖徳期から、米相場が始まり、右予曲折の末に、教法15年になって、江戸幕府の公認を受け、道島米会所を開いた。 これが先渡し契約のない公認の近代的な商品先物取引の始まりである。当時の米相場では実物の米の出し入れは行わず、先物取引の期間中に発生した米価の変動分の差し金を授受することで取引が終了した。共作などで米価の値上がりを予想すれば先物を買い、宝作などで米価の値下がりを予想すれば先物を売る。 米価が値下がりした場合、先売りしていた人は安くなった値段で買い戻すことで利益を得ることができるが、反対に先買いした人は値下がり分だけ損をすることになる。このため、米相場は賭博的な要素があり、場合によっては破産のリスクもある。だが、その一方で、米相場は大名や商人などの米の大量保有者が買い前を行う場合に、 あらかじめ売却予定地の米相場において到着の日付、量に対応した先、売りを行い、実際の到着時に米価が下がっていた場合でも、買い戻しをすることによって損失の一部を補填できるという保険的な役割も果たし、輸送リスクを最小限に止めていた。また当時の日本で米は貨幣的な役割を果たしていたこと。 金ホニー製と銀ホニー製が混在していたことから、米を仲立ちとして、金と銀の交換レートが実質的に決定されるという役割も持っていた。このことから、商品としての米よりも流通貨幣としての米の側面が強く、実質的には商品市場というよりも為替市場として機能していたと分析する研究者もいる。 大阪の他にも江戸倉前や酒田、新潟、桑名、小道、赤間関などの米の集産地には大小の米相場が形成された。その中でも西日本の大名が年貢米を売却した大阪の道島米会所における長愛米賞は規模が大きかった。長愛米賞は商売賞に選だって行われる慣例があったために長愛米賞の価格は 商売省の価格の先行指標となり得たために、米価の平準化、調整の機能も持っていた。幕末には、中間の形態を有した石立米商も登場した。ヨドヤは、その邸宅を、ヨドヤ橋南詰めに構え、盛んに、蔵米の売却を行ったので、自然多数の米商人が常にその邸宅の前に、集まるようになり、すでに上王官文の頃にはには、 市場がそこに成立していたのである。これが我が国における取引所の起源であると言われている。元六十年、淀屋が三代目に至って没落してから、この市場は近くの道島に移った。これを道島米会所と称し、当初は現物市場であったが、間もなく、ここに延べ取引が行われ、移転後、約二十年、強法の初年になって、 とばり会米商内なる司法が暗室実施された。これが、教法15年幕府から公共されて、道島市場は立派な取引所になった。文久3年長海米商が廃止されるまで、とばり会米の司法が中心となっていた。また、我が国の取引所における売買の原型は、とばり会米の司法であり、生産取引に禁じしている。米商会所は、 1805年当時、幕府公居として、大阪、京都、大津があり、地方藩主の許可としては、赤間関、桑名、松坂金沢、酒田、鶴岡があった。当初、日本で行われた競技の先物取引は、1730年に大阪同時まで行われた、長愛取引であったが、文久3年に赤間関所にも使え所で、 従来の蝶愛取引に変えて、商売受引の手法という赤間関独自の取引手法で行われた。受け渡し制度に関して、現行の取引制度で言えば、例えば、東京原油、日経、あずま匠取商品指数など、砂金決済のみの取引が、蝶愛取引と同様の取引となり、東京金、東京ガソリンなど、砂金決済以外にも、 現物での受け渡しもできる取引が、商売受引の手法と同様の取引となる。商売受引の手法は、道島をはじめ各地の市場の範となった。道島米会所で実施された取引手法現月、商売受け渡し手法について、多くの書は、文久3年以来、長州赤間関で行われていた、商売受引の手法を採用したとしている。 神戸水木通りにあった神戸米国株式取引所、明治維新となって、大阪道島の石立米商をはじめ、各地の米会所の取引をもって土博に類するものとなし、明治2年一律に、これを禁止した。1871年に、改めて大阪に、道島米会所の設立を許し、ここに、現月前取引を行わした。この方法は、 商和米商内や石立米商内から戦前の米の生産取引に一歩近づいた。その近づいた点は標準米取引となったこと。すなわち、格付け検査をよって代用米の受け渡しストを開くと、同時に商米受引の手法、すなわち期日までに反対売買をよって決済されないものは商米をもって受け渡すようになり、 従来赤間関において行われていた手法に、習ったということになる。1876年、大阪では、前年来の金融逼迫と法策により、前年一国七、八円であった米価が四円まで下がり、また、地租改正により地租が勤納となるなど、納税者である農民は米価安に困窮していた。同年、政府は預かり米制度、翌1877年、 地租大農米制度を設けることによって、農民の貢ぎ疎金納税の推進を助けようとしたが、手続きが面倒であったことから、あまり利用されなかった。これらの背景から、政府は、米価の回復を図るため、投機取引書を必要とした。さらに、財政難の中、取引税の増収が見込められることから、 1876年8月、大乗官布告、米会所条例を布告した。条例によって、米国先物取引所を営むには、会社規定を制定し、政府の許可を受けることが必要となった。この条例によって設立した、米会所は、東京柿柄町、東京株都町、大阪道島、京都、大見、赤間関など全国で14カ所であった。 1880年米下の平準を保つということで、米会所条例の改正が行われた。主な改正点は、中外人身元金の変更、従来、東京、大阪は200円、他は1等200円、2等100円を改めて、一律1000円とする。売買証拠金を10分の1から10分の2とする。現場売買を禁止するなどであった。この結果、 中買人の激減、取引低迷となる米会所が出た。そして、規制緩和の運動は各地の米商会所から出たから、政府もその声を聞き入れ1882年12月、税金、証拠金、中買人の身元保証金についての要求を受け入れたが、1883年軍備拡大のための増税策の一つとしてできた。 中外人税の創設と相まって取引高はその後も不振が続いた。しかし、1885年に入り、中外人税が廃止され、さらに1888年末には、米商会所税が定期売買約定金額の1000分の2から、株式と同率の万分の6と改正され、米国先物取引回復の兆しが見えてきた。 1887年5月、政府は取引所条例を発布した。この条例の構想は、営利を目的とする、株式会社組織による取引所、非営利会員組織とすること取引所は、売買契約の履行を担保する責任は負わず、違約は、非役者が、違約者に要求すること中外人は、自己売買を禁止し、委託行為のみとすること実物取引による、 取引方法を導入すること諸商品の取り扱いを可能とすることを目指し、今までの取引監修を完全に否定しようとするものであった。これらは陶器に対しての政府の誤った認識によるもので実情に即していないと、旧米商会所、旧株式取引所関係者のみならず、学者からも反対論が紛失した。 1893年6月、農商務大臣、井上薫の調停によって、従来の取引所に対しては1894年6月まで、旧制度での営業が認められ、その間、政府は、欧米の実情を調査し、新取引所制度の立案に当たることとなった。1893年3月、米商会所条例、株式取引所条例、 取引所条例を統合して、新たに取引所法が制定され、取引所税法とともに交付された。この2法によって、取引所の資本金、営業保証金、株式手数料及び、積立金、定期売買に関する税額の規定が定められた。主な要点は、売買商品ごとに1地地区1箇所とし、15人の、 発起人で設立できること会社組織でも、会員組織でも良いこと会員を呼び、仲買人をもって売買がなされ、会員は、事故の計算のみの取引を、仲買人は事故もしくは、他人の計算でもって取引できること役員は会員、もしくは株主の中から選ばれ政府の認可を受ける。こと取引は、実物取引定期取引の産種とする。 こと取引所外における定期取引、類似取引の禁止及び罰則規定。取引所において値決めされた、先物相場を肯定相場とすること取引所の監査、以外の役員、使用人の売買取引の禁止委託手数料は、売買役場代金の1000分の8以内で、取引所の組織、売買物件、方法、状況に応じて、 取引所が定めること株式会社組織である場合は、資本金を3万円以上とし、資本金の3分の1は政府に納入すること、営業保証金、積立金については、取引所担保制度を適用すること免許の更新は10年と、する倉庫業の兼業を認め、蔵に証券の発行を認める。取引所法の施行によって新しく取引所のシステムが整えられたが、 明治26年中に新しく設立された取引所は37に及んだ。取引所設立は明治27年以降も多数に上り、政府が新設申請に対して無条件に許可を与えていたから1898年までに、その数は184に及んだ。新しく設立された取引所の中には、 市場としての活動が希薄な取引所や設立後、市場の維持ができず、すぐに解散に至るものその他、大きな取引所の写真相場を使って空取引、賭博的取引をするところも出てきた。そこで、政府は、緊急を要するとして、直例でもって、取引所規制をはじめ、仲外人身元保証金の増額、新設にあたっては、 会員組織に限定するなどの処置を取った。この対応によって、1899年から1901年に、かけて52の取引所が解散し、取引所の数は1912年には44カ所までに減少した。米相場米相場とは、米の先物取引のことで、江戸時代から盛んに行われていた。明治26年、東京米商会所が、 東京米国取引所に再編され、先物取引が、活発化した。紀米市場前上は高市湯の天候申し分なきも、姉妹のますます公共を停せると、各地も安からずことに商売の小売れ行きを見て、商売市の買い知属者を多く決鎖、より二千割ご北国た、職に伸びかねた、本と記された紙編の一部が書き写されている。清水清風著 東京名物百人一種明治40年8月、米相場より、抜粋2012年現在、総合取引所家構想が日本に存在するが、戦前は赤間関米国株式取引所など、株式、商品を扱う総合取引所が存在した。1914年取引処方の整備が進められ、取引処方の一部が改定された。主な改正点は、 取引所役員と、仲買人の兼職禁止取引所役職員の、取引所取引の禁止の未行為取締り規定の、整備仲買人の視点、主張書における、受託行為の禁止取引所に対する営業税と、仲買人に対する、取引税の分離及び、税率の低減一般人の仲買業への進出の、禁止、不適格条件である刑罰の在所拡張取引所の、 役職員と所属する取引所及び同種の他取引所の中外人との間にて営業に関わる利害関係を持つことの禁止などの改正があり、さらに取引所法施行最速取引所税の制定も新たにあった。1922年取引所法の一部改正があり、中外人は取引員という故障となり、定期取引を生産取引に改定し、 取引所が各種の付帯事業を営むことが認められた。1918年以降の米下の冒頭に対して政府は米国の国家管理体制の必要性を痛感し、さらに1920年第一次世界大戦後の強行の中、米下も煽りを受け下落さらに大方策も重なって高値時の反燃下という大暴落となり、政府は 米国の国家管理への考えをさらに強めていくこととなった。その後、米価の変動が米騒動の起因となったように、社会不安を引き起こすことを危惧した政府は1921年、米国法を制定した。この法によって政府は、米の需給の調整をし、米価の調節を市場に任せず、間接的とはいえ米価調整ができるようにした。1925年には、 米国法の改正により、米国の国家統制は、数量調整から、地格調整と進んだ。この法に基づき、政府が米国を買い入れ、売り出しをするにあたって、米国法を第4条において、直に、準拠してこれをテームとのみしか記してなかったので買い入れ、売り出しの時期、理由の是非が問題となった。政府の一存によって、運用開始時期が決まるという不明固さは、 米国業界、取引所関係者にとっても、米海への影響が大きいだけに、市場への脅威として受け止められ、政府の買い上げ込めは必ず市場に還流するという、供給増の材料となって市場に影響を及ぼした。政府米の備え席はいつしか市場に放出され、米価下落を招くという考えは、 米国法によって政府が米を買い上げれば上げるほど相場が下がるという現象を将来し政府、政界の動向への思惑か市場は常に不安な要素を抱え込むに至った。これらの不安定な状況から米国法の効果が疑問視され1929年再び改正されることになった立税米化制の導入である。改正によって政府の米国買い入れ。 売り渡しは、米価が政府の告示した最高価格または最低価格を超えた場合のみとなり、最低価格、最高価格は、米国生産費及び家計米価とこれに、物価指数対米価指数の割合で算出した価格を基本として定められた。最低価格は、米国生産費と立税米価の下値2割の相当する価格の範囲内、最高価格は、 家計米価と立税米価の上値2割に相当する価格の範囲内で定められた。しかし、この改定は発動する機会はほとんどなく、農村級対策としての米価引上げには効果がなかった。さらに、台湾、朝鮮、南からふとからの米国の輸出入、及び米国の輸出入には政府の許可を必要とした。 1933年にはさらに強化を加える、米国統制法が定められて、米下の政府による間接統制に移行した。この法によって、最高、最低価格を肯定し、政府は常に最高価格での買い入れの申し込みがあれば、資産の続く限り、買い入れ、最低価格で、売り渡しの申し込みがあれば所有前のある限り、 無制限に応じなければならない義務ができた。また、米ので巡る気には買い上げ、歯境には売却するなど、季節変動に対応した。これによって米価は最高、最低価格の間で安定するという趣旨からである。法志向、一年目は大法作となり、農村救済を意図した最低工程価格23円20銭は、 割高感を与え、最低工程価格にての買い上げ申し込みが殺到し、政府貯蔵米は大幅に膨らみ、年間内自米販売量の半分に相当する1640万国に達した。さらに、品質力の増した台湾米の大量移入によって供給過剰なり、米価はこれによって最低価格で固定され、米国取引に大きな影響を与えた。 1936年、政府は、米国自治管理法等によって、過剰米対策を考えたが、この法は1934年の大強作により、翌10年から、受給事情が逆転したため、発動されることはなかった。この間、満州事変、1937年の、日中戦争の拡大など、不安定な世情の中、1939年の、 干ばつによる強作が加わり、米は、受給面で完全に不足となり、流通、価格に関して、政府の強力な統制が加えられることとなった。このような情勢の中、米国取引所の取引高は大きく減少することとなり、市場の存在意義は失われていった。1939年4月、米国配給統制法が制定されるや、 米国取引所のすべては廃止され、市場に委ねていた米の流れを国家の統制下に置き、最高、最低価格を厳守させた。引き続き価格統制令を施行して、すべての価格を肯定とし、米国については一国43円を肯定価格とした。米国配給統制法案は、1939年3月議会を通過して成立し、 同法によって、同年7月25日日本米国株式会社が設立された。朝鮮においても内地に倣って、朝鮮米国市場株式会社が1939年11月に設立され、従前の米国取引所は解散した。1939年10月1日からは、米国に関しては取引所法を適用しなくなり、 商売市場規則も廃止され、日本米国株式会社の経営する、米国市場が、米国取引所を呼び、商売市場に代わって、それらの旧所在地に逐次開設され、その数28箇所に及ぶ。1939年8月25日、総動員法第4条の発令により、全国の米国取引所は一斉に、総溶け合いにより、 事実上の期米市場の閉鎖となった。また、1939年10月1日、米国配給統制法第55条施行により全国の米国取引所解散。明治以後も米国取引所に形態を変えながらも継続されてきたが、1939年の米国配給統制法によって、同島米国取引所をはじめとする19カ所すべての、 米国取引所が廃止されて、米相場は事実上の禁止に追い込まれた。また21カ所の商売市場も閉鎖され、国策会社である日本米国株式会社に統合された。戦後、米の先物取引復活は、米を最後の大型商品と呼ぶ商品、先物取引業界の長年の悲願であった。だが、与党、 自民党の支持基盤である農業共同組合や全国の生産者団体が価格統制力の低下を危惧して反対したことに加え国民の主食である米への投機行為を警戒する監督省庁の方針があり米の先物取引は長らく復活することがなかった小売価格の引上げと農家からの買い入れ価格の抑制を続けた結果1978年度において 末端逆座屋は解消されたが、売買逆座屋や,やコスト逆座屋は残っており、一般会計から巨額の繰り入れが行われてきた。これは産経赤字の一つに数えられ、国の財政上大きな問題となってきた。ただし歴史的に見れば、赤字の原因は大きく変化している。農産物の自由な輸入を制限して高値維持を図る方法は、 米市場開放後の米価格でも行われている。日本では、1995年に、米輸入が解禁された。しかし、輸入解禁後も国産米を保護する代償として、WTO により、一定量の輸入米購入が事実上義務付けられた。政府は輸入米の大半を備蓄することで、国産米の高値維持を図っている。そして、輸入米の多くは、 加工食品や海外援助米として使用される。だが、処分しきれず、年間で約10万トンの輸入米が余る状態にある。また、他の産業では、カルテルとなる原炭や、現物操作による米の高値維持政策により、国庫と消費者の負担を強いられている。2005年12月9日に申請した。 東京国物商品取引所及び2005年12月16日に申請した関西商品取引所からそれぞれ米の先物取引の試験上場にかかる定款の変更の認可の申請があったが農林水産省は商品取引所法に基づき審査した結果2006年4月12日両取引所に対し定款の変更の申請に対して 不認可の通知を行った。その後の両取引所は、米上場の実現に向けた環境整備に努め、関西商品取引所は2011年3月8日に、北陸産腰光を標準に品とする農産物市場における米の試験上場を農林水産省に対して申請した。また、東京国物商品取引所も2011年3月8日に、 関東産コシヒカリを標準品とする米試験上場に係る業務規定及び受託契約順位則の認可申請を農林水産省に行った。そして、それらの上場商品の範囲の変更に係る定管の変更の認可の内容について商品先物取引法第352条の規定に基づき2011年3月25日付官報により 公示され、同年7月1日に医療取引所に対して、農林水産大臣から認可が下りた。両取引所は、2011年7月19日、米取引について2011年8月8日に、試験上場取引開始と正式に決定した。試験上場取引開始日の8月8日は、東国取、関西小取いずれも買い注文が殺到し、 板合わせザラバ司法の取引手法を取るアズマ、国取りでは、取引開始日のサーキットブレーカー基準値段が13,500円に、対して、終日 CB が発動され、前3元月において18,500円の、気配値段で取引が終了し発値がつかなかった。同日の夜間立ち合いにおいては、CB 基準値段が14,100円に対して、 夜間取引終了直前において19100円及び18000円の気配値段となり、初値がつかなかった。そして東国取りが CB の発動条件を緩和、CB 基準値段を引き上げた結果、9日の日中立ち会いにおいて、立ち会い開始から10分間の CB を挟んで2011年11月減、2011年12月減が、 共に17,400円。2012年1月元が17,280円の初値をつけた。初値をつけた後も CB が断続的に発動されたが、後に急落するなど、波乱の幕開けとなった。一方関西小取においては、8月8日の全場一節において、2011年12月11月元出し値13,700円に、 対して競り上がり、2011年11月限は14,320円、2011年12月限は14,540円、2012年1月限は19,210円で、初値をつけ、2012年1月限については、関西小鳥の方が、あず国鳥よりも冒頭する結果となった。しかし同日全場に設移行後が3節まで、 2011年11月元は14,620円。2011年12月元は14,840円。同日前場3節から後場3節まで。2012年1月元に、ついては18,910円の波乱の幕開けとなった。2011年11月4日、東国取において早受け渡しが成立し、 戦後書となる先物取引を介した米の現物受け渡しが行われた。また、同月18日の平成23年11月元の農会を受け同月28日、あずま国取において初の期日受け渡しがあり、受け渡し値段14,500円で8枚の受け渡しがあった。関西省取における期日受け渡しは同月10日。 農会、17日受け渡しで、受け渡し価格15,540円、14枚の受け渡しであった。米の先物取引が開始されて、以降、市場参加者に占める、投業者の割合は7から8%で、流通関係者が、主体に一部の生産者が参加している。JH 前武夫が、米の先物取引についても参加を検討すると、表明するなど、 先物取引に関心を持つ農家や卸も少なくない。また、現状の米価の変動リスクを負うのは農家や卸である。現状の課題については、関西商取りの特定の商品先物取引業者の売買主体の商い、あず国取りの当初1日あたり5000枚の目標に、対して数百枚の出来高と取引が低迷して言える現状を踏まえると、今後の課題は、 投業者の参加は、もちろんのこと、いかに個人投資家の参加を促すかにかかっている。個人投資家が、市場からいなくなったら、ファンドなどのプロも撤退していく。大手ファンドなどの機関投資家は、一般素人の資金を狙って市場に参加するもので、あり、プロ同士のやりとりは避けるものである。また、投業者だけでは、市場が適切に機能しないことは、戦後の、 国内商品先物市場の繁栄、衰退の経緯によって証明されている。この点については、1966年11月には、小取審議会が、当業者以外のものの商品取引への参加を、抑止することは、今後においても、実質的に困難であり、また、商品取引所の構成価格の形成機能を及び、ヘッジ機能を、 円滑化するためには、ある程度の大衆参加は許容されると考えられるとの答申も出している。市場振興策については、農水省が国会の付帯決議に関しては、実態を踏まえて検討していることや、東国協会は平成23年11月4日、米取引について、 平成23年11月7日から前営業日の10時10時30分と15時15時30分のそれぞれ30分間に取引を集中させる市場振興策を実施した。この振興策は2012年3月まで行われる予定。2012年5月、東国取は米先物を関西商品取引所に移管した後、2013年中に 事業生産することを発表した。ありがとうございます。